たいと思います。はい、トラノモニュース7月15日水曜日の放送回でのおさらいになりますが、福島第一原発にたまるトリチウムなどを含む水の処分方法について、福島県の若者グループ DAPPP と書いてダッペが、国民の理解が進んでいないとして海などへの放出に反対するデモ行進を行ったという NHK の報道を受けてですね、常念司さんがこう指摘されました。実はデモを行ったダッペの代表佐藤大賀さんは日本共産党福島県委員会の政党職員、2015年の安保法制に反対したシールズもどきのダッペという団体が処理水を放出するなという運動をやって、それがさも一般市民であるかのように NHK がろくに取材もしないでニュースを出し、しかも14日には NHK 福島で特集まで組んで放送していたというわけで、はい、ここにね、政治資金収支報告書日本共産党福島県議会ありますよね、でここにね、献金した人のリストがあるんですけど、はい、ここにね、はい、佐藤大賀さん、カメラさんアップになりますか、はいはい、佐藤大賀さん、はい、入金されてますね、お金ね、はい、でこれね、私篠原丈一郎さんに鑑定を依頼したんですよね、はい、したところこの金額がちょっと変わってるでしょ、はい、金額はね、うん、少し変わりますよね、動いてますよね、5200円の時と3000円の時とだ、そうですね、ボーナス月が多いっていうことらしいですね、なるほどああなるほど、はい、で、そこから読み取れる、はい、政党職員は基本こういう上納金をやってるらしいので、もう完全にこの人はもうあれですねと、専従ですねと、はい、篠原さんの官邸では専従職員ということですので、まあ、一般市民というふうに紹介するには非常に問題のある立場にいらっしゃる方で、ね、逆にね、共産党はじゃあそういういい活動をやってるんだから、うちの職員がこんな運動をやってますっつって宣伝すればいいのに、なんで隠すのって、そうね、ね、で NHK もこんなのね、インターネット上で転がってますよ、こんなの、調べればすぐ分かるじゃんと、はい、市民団体って言ったら後ろになんか糸引いてる過激派がいたりとか、特定の政党とか宗教団体ないかどうかってちゃんと調べるべきですよね、なんで調べないのと、ね、これ高須さんという、ね、女性記者らしいんですけど、NHK 福島のというわけで今回はですね、先週常念さんがおっしゃられたように、ダッペというグループの活動を一般市民であるかのように伝えたという NHK 福島で組まれた特集のその中身がどうだったのかというのをね、細かく見てまいりたいと思います。NHK 福島の浜中アイズトゥデイ7月14日火曜日放送回の検証報告です。男性アナウンサーが続いてリポートです。おととい JR 郡山駅前で県内の20代から30代の若者たちが集まり、ある集会が開かれました。女性アナウンサーがこれを受けてテーマとなったのは中略、福島第一原発をめぐるあの問題についてでした。ここで VTR に移ります。ゴーストバスターズのテーマ曲を流して行進するデモ隊の様子が映され、ここに高須さんという記者の方のナレーションがかぶさります。ビート弾ける音楽、ポップなプラカード、おととい郡山市で行われたデモ行進です。主催したのは県内の20代から30代の若者たちで作るグループダッペ、中略、トリチウムを含む水の処分方法を決定しようとする政府に多くの声を届けようと活動しています。でここで、その代表の佐藤大賀さんが映るんですね。どうするトリチウム水、若者たちが訴えるメッセージとなっております。これ若者たちじゃないですよね、共産党政党専従職員が訴えるメッセージってこれつけないと正確な報道になりますよ。そうなんですよ、共産党職員の訴えるメッセージを聞いてくれと、はい、これね、印象操作の域を超えてる、はい、まあね、どうしてもちょっとね、若者たちという若者たちじゃない、一般の若者たちという普通の若者たちみたいじゃないですか、まあイメージになりますよね、はい、ちなみに VTR の続きで、政府主催の意見を聞く会の映像が流れ、議論が全く深まっていないと、深まなってないになってますか、すみません、深まっていないことを伝えます。政府の主張を紹介し、2年後にはタンクが満杯に、処分の決定は先延ばしにできない。ここで再び高須記者のナレーションがかぶされます。若い世代の県民はこの問題をどう考えているのか、佐藤さんたちは5月から4回 JR 郡山駅前でアンケート調査を行いました。処理水の海への放出について賛成か反対かを聞いてみると、回答した73人のうち48人が反対、約 65%、 この結果になったアンケートの質問がこういうことらしいんですね。
汚染水の処分を海洋放出という方法で決定することについてどう思いますか。これおかしいよこれ、ねえ、これめっちゃおかしいよ。汚染水じゃないですよ。汚染水じゃないもん。汚染水を処理した水ですよ。汚染水と決めつけてるじゃないですか、うん、汚染水を処理した後の水なんでしょ。そうですそうです。これあとね、数値言っといた方がいいと思うんですけど、国際的な基準ではですね、1万ベクレル以下であれば海洋放出 OK なんですよ、はいはい、で一応東電は今その1万ベクレル以下っていう基準をさらに厳しく、自己基準を課してまして、1500ベクレル以下のものを処理水として放出する予定です、はい、であともう一個正確に言わなきゃいけないのは、今あそこのタンクの中にある水は全てが処理されてるわけではないです、はい、多分処理されてる水はね1割か2割ぐらいで、残りはね、あの応急処置的にまずはほら排出しなきゃいけなかった、はいで、はいはいはい、排出して貯めてるんですけど、当然これこのまま出すわけじゃないですからね、はいはい、これテレビがなんかでもこのまま出すみたいなこと言ってるんで、こう何を遅いってんだろう。それはやんない。あの二次処理をする、二次処理の系統も作って、はいはいはい、二次処理して1500ベクレル以下にして出す、はいね、でもう一回言いますけど、国際基準は1万ベクレルで、その国際基準に従って、日本近海でもトリチウム水は放出されています、はい、韓国、うん、韓国は出してますよ、ね、韓国がもうすでにもう随分日本海で放出しているので、日本海の海の幸を、ね、堪能された方、韓国からのトリチウム水十分混ざっておりますと、はい、でも特に問題ないでしょ、はい、今まで問題にもしてこなかったでしょ、はい、うん、まあまあそういうことかな。いや、そのレベルでは問題ないんですよ、ね、まあまあ韓国は問題ですけどね、うんうん、はい。まあ、ちなみにこの代表の佐藤大河さんに、佐藤さんたちを突き動かしたのは政府が進める議論への違和感でしたという高槻記者のナレーションもかぶさるということなんですよね、そしてこうです。そのデモ隊の様子、デモ行進の様子が映されます、はい、福島の復興のために一人一人に考えてほしいというね、こちらテロップ付きで、はい、高槻記者のナレーション。デモには飛び入りの若者も含めおよそ50人が参加しました。参加者はラップを歌いながら行進、海に流すな汚染水、海に流すな汚染水という連呼のラップだったそうでございます。ここに高槻記者のナレーションに加えて佐藤大河氏のコメントが加わります。足を止めて聞いてくれてた若い人たちもいたので、それについては成功だったかなって思ってます。それぞれ考えてもらうきっかけが広がっていったらいいなと思っています。と党の方針でやれと言われたのでその通り実行したんですが、諏訪さん見てますかっていうその心の声も反映した方が良かったですね。はい、はい、はい、これはもうね、これはね、勝つだな。これダブル、あ、ダブル、あ、そうだ、怒りケントの上に勝つですね、ケントさんは、はい、怒り情熱虎だと、あ、ジョネさんも怒り情熱、いくら、いや、もういかにも NHK っぽいですよ、はあはあはあ、もう、なんでもね、若者がこうだなんだって言ってるんだけども、それがだってテロ団、だって日本ではあれでしょ、監視団、監視される公安監視団、ね、団体が やってることをね、はい、若者がいかにも一般の若者がやってるかのようにね、しい若者がやってるかのように、はい、印象操作もいいとこですよこれ、まあ、しかし本当にジョーネさんご指摘の通りシールズによく似てますよね。あの、そうですね、ラップ、そうです、そうです、同じような感じ、共産党 の、まあ、若い人、まあ、この人も若い人も30何歩なんですけど、同じ戦略でしょ。そう、もともとシールズの活動をやってた人たち、あそこにこう、まあ、勝手連的に集まった共産党系の人がこれをどうもやったらしい、はい、それがこの佐藤さんらしいんですよね、はいはい、だからまあちょっとほら流行が遅れてね、地方に行きますから、だから5年ぐらい遅れて、まあ、今行ってると、まあ、でもやったけど50人しか集まんなくて、おそらく47、8人が関係者でしょ、動員した、はい、で2、3人なんかその一般の人がなんか間違えて入っちゃったけど、うん、この虎ノ門ニュースを見て、お前あれやべえぞ って、もう多分二度と行かなくなると思うんで、はいはいはい、みんな行くなよこれ、だって気をつけろよ、あ、っていうか行ってもいいんだけど、共産党のやつだからな、共産党のやつだってこと分かって言ってくれよ、ね、それでそこだけね、NHK はそれ汚染水という、その汚染水じゃないからね、NHK は一応処理水と言ってるんですけど、彼らの汚染水って主張、汚染水っていうところになんか、ね、シールを貼った方がいいのね。そうですね、これ間違いですから、ね、これね、ちなみに言うと、地元の漁師の皆さんとかが一番恐れてるのは、風評被害なんです、そうなんですよ、まさにこの風評を拡散する行為ですよね。そうです、福島差別ですよ、そうです、ヘイトですよ、そうです、人権救済求めます、はい、最も恐れるのはそこですからね、はい、ちなみに確認ですけど、汚染水の海洋放出決定に反対しますとありますけど、決定してませんよね。まだ決定してないですよ。してない、何も決定してませんよね、はいはい、これからです。それも確認しておきましょう、うん、決定してませんからね、はい、してないと早く決定した方がいいけど、そうですね、はい、その上で、はい、今日のまとめです、はい、今週のお気をつけるべき報道が出揃いました、はい、ミスには、はい、ダブルカツの上に逆にやっぱり、はいはい、アホにはダブルカツ、はい、
ます、はい、そして、はい、常念さんの特ダネには、化けの皮にはやはりケントさんも怒りの上のダブルカツと、はい、以上並びましたけれども、はい、ケントさん、お気はどこですか。どうしましょう。これはね、やっぱり NHK だ。ですよね。NHK ですよ。頑張って拾ってきた甲斐がありました。はいはいはい、じゃあ NHK です。うん、NHK これですね。NHK、はい、こちらです。よく乗るね、これ。今回の素晴らしい、BTO は NHK にきつく出演させていただきました。ケントさん、ありがとうございました。ということで、はい、ここで視聴者の方から、はい、メールを頂戴しましたので、読ませていただきます。はい、男性の視聴者の方から、はい、いつも事実の解説をありがとうございます。メディアの嘘情報や視聴者の劣情を煽る人たちの心の中はどうなっているのでしょうか。はい、うん、私は古い人間なので、子供の頃に嘘つきは泥棒の始まりと、親からきつく言われていました。うん、メディアで嘘を言うタレントの方を含め、はい、お風呂に入っている時や寝る時に両親との葛藤はないのでしょうか。うん、それを称える視聴者もいるのも事実ですが、放送法はいつ改善されるのでしょうか、うん、という60代男性の視聴者の方からの非常に難しい問題ですね。両親はないですよ、うん、ないですよ。というかね、彼らはそのいわゆるその常識的なものにとらわれずにこれをやることが、うん、使命だと思ってますから。それね、言いたいこと言ってるだけなんですから、うん、それ何とも思ってないですよ、はい、やっぱりその共産主義の特徴っていうのは、はい、自分たちが言ってることの正当性を担保するために、うん、平気で嘘をつくってことなんですよ、うん、そうです。それはまず、まあ歴史の捏造に始まりますよね。そうです。例えば毛沢東がカイロ会議に参加してたかのような嘘の絵を描いたりとか、はいはいはい、平気でするわけですよ。それからウイグルで起こってること起こってないって言ってみたりとか、うんうん、まあ、そういうこと平気でしますよね。は